はい、渡辺です。今回はね、スピットファイアゴールドメッセージ解説のプレイ実況をやっていきたいと思います。はい、頑張るぞ。たった今、フレクエンシーでチームデスマッチの試合で解除できました。これ、いつもやってるからね、パフォーマンスやっぱり時間かかるね。これ、ヘッドショット100回。ジャンプ打ちとかやったら、ヘッドショット出やすくなるっていうんだ、みたいなんだけど、俺、ジャンプ打ち嫌いなんでね、ぴょんぴょんするのがどうも苦手で、やらないんでね。あれやらなくてもヘッドショット出せるんでね。ヘッドショット100回で レッドタイガー迷彩ですね。で、レッドタイガー解除した後が早いですね。やっぱりテクニカルにチャレンジが移行すると早く終わりますね。これはね、リベンジ勲章10回。1回これやられないといけないですね、これね。1回やられて自分を倒した敵をキルをすれば、リベンジ勲章が出るんで、それを10回やるだけでいいね。リベンジ勲章10回でローラーリンク迷彩ですね。で、これアタッチメントなしで50キルするだけでいいんでね。アタッチメントなしで50キルで、マザーオパール。これ、もう、あれだね。武器は弱くなるんだけど、その代わり、サブウェポンとかね、ギアとか、あと、パークとか、いろいろ付けられるようになるんでね。こっちの方が難しいんじゃないかな。これ。で、アタッチメントなしで50キロでマザーオパールですね。これ、アタッチメントなしの50キロよりこっちの方が多分難しくないのがいいかな。で、武器は強くなるんだけどね、これね。最低ことアタッチメント5個で50キロ。武器が強化されるんだけど、逆に、パークとか、装備とか一切つけられないんで。だからデッドサイレンスとか、マスクがなくなる。もう使えないからね、結構難しい、少しだけね、難しいかもしれない。でも50キロずつするだけでいいんだよね。サイト1個とアタッチメント5個付きで50キロで、パープル X 迷彩ですね。なので、スペシャリスト選んだ方がいいかもしれない。いろいろ、スペシャリスト選択が結構重要になってくると思う。今回のプロフェットとかね、いいんじゃないかなと思うんだけど。で、これね、パープルヘックスですね。サイト1個とアタッチメント5個で50キルでパープルヘックスですね。これは2連続キルを5回するだけでいいんでね。ダブルキル。簡単です。で、ペントアース迷彩解除ですね。で、これ難しいのはこれですね。スピットファイア連射速度高いから。でも強いからね、これね。もうほとんど実況なしでやったんだけど、知らずに4、スチール4回までは実況なしでやって、で、最後、今さっき、実況ありで、スチールやって、死なずに5キル5回、やったんだけどね、実況ありで。フレクエンシーでやったんだけど。フレクエンシー、迷彩解除全然やらないんだけど、ロケットランチャーの、ヘリオンサルボもね、フレクエンシーで解除、ゴールド迷彩解除したんですよ。2回目ですね。このスチール、フリーフォールで1回やって、スチールやったんですよ。1回。今回のプロフェットの使ってね。で、死なずに4キル目で、シーカー発動させて、で、麻痺させて、キルやって、スチール取ったんですけどね。で、ファイアリングレンジナイトで、チームデスマッチやったんだけど、その時はね、ワイルドファイア組み合わせたんですよ。オペレーターモッドの。で、音響センサー組み合わせて。で、スチール2回やったんでね、その試合で。結構進んだんですよね。スペクトラ迷彩。スチール、死なずに5キロ5回達成でスペクトラ迷彩ですね。これ、やりましたね、これね。スピットファイアの迷彩をすべてアンロックするで、ゴールド迷彩ですね。やったです。これも解除したから、ね、あと2種類ですね。最初にね、何やったのかな、コルダイト多分解除したのかな、ゴールド迷彩。で、MX9 だったかな、ちょっと覚えてないんだけど。MX9 が最初だったかな。とりあえずね、今3種類目ですね。MX9 で、今回のスピットファイヤーにコルダイト。あと2種類ですね、デフォルト。GKS とサク9ミリ。なんで、今、次これやろうかなと思って。GKS マーク2。昨日、URD 迷彩解除したんでね。42回。これやっていくんで、
で、サク9ミリは最後にやろうかなと思って。リアルで、ちょっとスチール取って、ゴールド目線解除しよう。スペクトラム、ゴールド、ダイヤモンド目線解除したいなと思ってるんでね。サブマシンガンで一番最後にこれ、使って、ゴールド、ダイヤモンド目線解除しようと思ってるんでね。これ52回でね。こういう感じで。あとね、これさっき、先日 MOG12 もゴールドメッセージ解除したから、あと SG12 だけなんでね、ゴールドダイヤモンドになるんでね、これは後でやろうかなと思って。25回 G ケース、とりあえずやった。 G ケースね、ゴールドメッセージ解除したら今度 SG12 やろうかなと思ってるんだけど、ちょっとわからんね。 G ケースにサク9ミリゴールドメッセージ解除して、ダイヤモンド解除した後に、SG10 にやるかもしれないし、ちょっとわからないですけどね。やったです。サブマシンガン解除したらね、メインウェポンはね、アサルトライフル、サブマシンガン、ライトマシンガン、タクティカルライフル、ライトマシンガンもゴールドメッセージ、ダイヤモンドメッセージ解除になるんでね。スナイパーライフルはもう当分使わないんでね、これ一番最後にやるから、で、その後にね、ショットガンでしょ ?SG12。これ、新武器は関係ないんでね、ゴールドにしなくてもダイヤになるんでね、デフォルトの武器だけでいいんでね、ショットガン解除したら、ランチャーもゴールドにしてるから、ハンドガン、やらないといけないですね。まだ1種類もゴールドにしてないから、この3種類。このモズもデフォルトだと思うんでね、これ難しいんだよ、とっても。ストライプと LX7、ガリソンはそんなに難しくないんだけど、もうすぐこれ、スペクトラムミスや、スチールチャレンジ難しいでしょ、これね。で、近接も、コンバットネフだけデフォルトなんで、これもやるんでね。コンバットネフ、ゴールドにしたら、もう、その前に、ハンドガンもゴールドにしてて、してたとして、ショットガンも。ランチャーもゴールドにしてるから、近接武器のこれコンバットナイフで、ダイヤモンド目線、ゴールドダイヤモンド目線になるからね。で、最後に、スナイパーレフルはやるんでね。確か BO3 でも、スナイパーレフルが一番最後だったんじゃないかな。はい、以上にしたいと思います。今回ね、高橋優のクラスのこのスピットファイアゴールド迷彩解説のプレイ実況をやってきました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。